こんにちは、坂戸隆です。この動画では足のしびれの原因についてお伝えしたいと思います。まず足のしびれなんですけど、しびれるという症状は表面ですね、皮膚のすぐ下にある筋肉の場所の血液の流れが悪くなっていて起こる症状です。皆さんもしびれたことはあるかと思うんですけど、この体の奥の方がしびれるっていう感覚は起きた方はいないと思うんですね。表面の方だと思うんです。で、これがどうして起きているかというのをまず簡単にお伝えします。こう人の体というのは腰という場所があるんですよね。腰の場所の筋肉が硬くなると下半身に血液の流れが悪くなるというお話を以前にもさせていただいたと思います。で、どの位置の筋肉が硬くなると足がしびれていくかということを今からお伝えしたいと思います。これ足全体的にしびれている方もいらっしゃいますし、一部だけっていう方もいらっしゃいますが、いずれにしても血液の流れが悪くなって起きていますので、まずは位置をお伝えしたいと思います。どの位置かというと、腰があるわけですけどね、骨盤と肋骨あるわけですけど、この腸骨という骨があります。で、腸骨のこのすぐ真上ですね、腸骨梁って言い方しますけど、縁の部分ですね、骨と筋肉の境目の場所、この場所の筋肉が硬くなると表面に、皮膚のすぐ下の筋肉の場所にあまり血液が流れなくなるのでしびれてきます。結果的には全体的に筋肉、腰の中は柔らかくは最終的にするんですけど、まずはピンポイントで、楽々改善法の動画でもお伝えしますので、ピンポイントでですね、しびれを消していただけたらと思っています。で、この腸骨ですね、腸骨の表面とかね、腸骨梁というところですね、腸骨と腰の筋肉の境目、この位置が筋肉硬くなっていると足がしびれていきます。これが原因の一つになります。もう一つは全体的にしびれて、この腸骨梁というこの骨盤と肋骨、骨盤と腰の筋肉の間の部分の、この境目の部分ですね、この場所の筋肉柔らかくしていっても全くしびれが変わらないんですよっていうことであれば、この腰椎の4番と5番のね、このすぐ横の場所の筋肉柔らかくしてあげるとしびれが消えますので、これを楽々改善法の動画でお伝えしますので、ぜひご確認いただいてしびれを消していただければと思います。しびれというのはかなり不快な症状で、寝ることもこうね、寝る睡眠にも障害が出たりとかしますので、ぜひ落ち着いて覚えて治していただければと思います。それでは足のしびれを消していただいて、不快な症状がなくゆっくり休めて寝ることができる、体もゆっくり休まるようになっていただいて、楽しい毎日を送っていただければと思っています。